ハッサン・ディアブは、レバノンの工学者、教員。2020年1月から2021年9月まで、同国首相、第二次、ナジーブ・ミーカーティ政権下の2011年から2014年まで、教育大臣を務めた。1959年、ディアブは、ベイルートで、レバノン人の家庭に誕生。1981年、リーズメトロポリタン大学で、 通信工学の学士号を取得。続いて1982年にサリー大学でシステム工学の修士号を取得。1985年にバース大学で計算機工学の博士号を取得。ディアブはベイルートアメリカン大学で電気工学教授を務めた。また彼は2006年10月から2011年6月までベイルートアメリカン大学の地域。 外部プログラム副代表を務めた。2011年6月13日、ディアブはナジーブ・ミーカーティ内閣の一員として教育大臣に任命され、2014年2月15日の任期末まで在任した。2019年12月19日、ミシェル・アウン大統領はディアブを次期レバノン首相に指名した。これは2019年レバノン反政府デモにより、 サードハリーリー首相が辞任したことによるものであった。ディアブは、レバノン国民議会にて単一与党の3月14日、同盟を中心に賛成69票を獲得した。しかし、組閣作業が遅れたため、2020年1月21日になって、ようやく政権が発足した。2020年3月には、デフォルト状態となり、通貨の下落により、多くを輸入に頼る。 食料品などの価格が高騰。6月には各地でデモが頻発し、抑え込むことができない状況となった。2020年8月4日に発生したベール爆発事故への対応に批判が集まり、反政府デモが拡大、また閣僚が次々に辞任を表明する事態となった。8月10日、ディアブは内閣総辞職を表明。12月10日、 必要な措置を取らずに危険物を放置したとして、司法当局から過去の担当閣僚らと共に訴追された。後継の首相には、サード・ハリーリー前首相が指名されたものの組閣の方針をめぐって、アウン大統領と対立し、辞職表明後も新たに首相に指名されたナジーブ・ミーカーティーが2021年9月に就任するまで1年以上首相にとどまり続けた。ディアブは、既婚で、 子供が三人いる。レバノンのベイルート在住。スンナ派のイスラム教徒である。ありがとうございます。